中国石狂省甲州市平井法、石窟造造群中の補填造補填は、東大末から五大時代にかけて、明州に実在したとされる伝説的な仏像。水墨画の高画台とされ、大きな袋を背負った、大の古服の僧侶の姿で描かれる。日本では七福神の一心として信仰されている。本来の名は稽古レ。常に袋を背負っていたことから、 布袋という俗称が付けられた。使名権の出身という説もあるが、出身地も属性も不明である。図像に描かれるような太し幸福の姿で、寺に住むわけでもなく、少々泊まり歩いたという。また、そのトレードマークである、大きな袋を常に背負っており、生臭ものであっても構わず、施しを受け、そのいくらかを袋に入れていたという。その姿は、 風変わりであったが素直な気持ちの持ち主で、人々を満ち足りた気持ちにさせる、不思議な力を持っていたという。計これには、様々な伝説がある。慶徳伝統録にある伝説では、雪の中で横になっていても布袋の体の上だけには、雪が積もっていなかったという。また人の吉祥を言い当てたなどという類の逸話も伝えられる。 謎めいた公案のような問答も残されている。下や歌も残しており、歌の中では、心の真実の大切さや、ひまたる心境を求めることを説く。その最後についても不思議な逸話が伝えられており、千人の屍かに類している。天福年間に、放川は県で亡くなり埋葬されたにもかかわらず、後日、他の州で見かけられたというのである。 その没後あまり時を経ないうちから、補填の図像を描く習慣が、港南地方で行われていたという記録がある。慶徳伝登録によると補填は、死の間際にいよいよ、六死によいよ六分身千百億時メッ示ージ文、自人自不識、補填を称、慶徳伝登録という名文を残した。このことから、実は補填は、 弥禄菩薩の化身なのだという伝説が広まったという。なお、布袋を禅僧と見る向きもあるが、10世紀後半に、記された、僧坑僧伝巻21、貫通編に建てられた、透明宗法家兼、尺経これのつてには、彼と禅との関係について一切触れていない。補填と禅宗の関係が見られるのは、時代が下がって11世紀初頭。 慶徳伝登録巻27に、全門達者家ども、不出世有名、おじはとして、両の宝氏や、天台地義、観山修徳らの遺草、構想とともに、明州補帝和尚として立伝される頃からのことである。中世以降、中国では補帝になぞらえた、大の古服の姿が、魅力物の姿形として描かれるようになり、 寺院の主要な仏道に安置されるのが通例となった。日本でも、大幕集大元山満腹寺で、三角と太友宝殿の間に設けられた、天皇殿に四天皇や伊達殿と共に安置されている、補填型の金色の弥勒仏像を見ることができる。この像は、中国において、補填和尚の故障では、理解されづらく、一般には、弥勒と呼ばれている。それを受け、 西欧人にマイトレイヤと呼ばれる。日本では、鎌倉時代に、禅画の題材として布填が授与された。庶民には、福の神の一種として、信仰を集め、室町時代後期には七福神に組み入れられるようになった。新言三宝州大本三世公人清澄寺では、美宝公人の眷属とされる。肥満体の布填は、広い土壌や円満な人格。 また復帰繁栄を司るものと考えられ、所持品である袋は、官人袋ともみなされるようになった。補定図も当初は、弥勒菩薩の化身として描かれていたが、次第に、腹さすり、補定図や、眠り補定図のように人間的な、補定図も描かれるようになった。なお七福神が確定するのは、江戸後期のことである。補定図も多く描いた、仙外の、 七福神画山には補填が描かれているが、福六寿でははなく稲荷神が描かれている。補填を補填葵。ありがとうございます。